ました。うお、激辛激辛。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、ということで激辛武者修行シリーズ in 激辛商店街ということで、本日はですね、2店舗目になります。今日もね、ちょっと激辛料理でちょっと武者修行して激辛レベルアップしていきたいと思います。本日のお店がこちらです。どう、新天地でございます。創作料理、健康料理、アジア料理ということで、辛そうな、メニューがありますけれども、これは車エビのうま辛炒めとか、牛肉うま辛炒めとか、火鍋もありますけどね、辛そうな料理があるんですけども、本日はですね、牛肉ラーメンがとっても辛いということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。芝公園に佇む名店新天地。激辛ストリートの一員で注目の激辛商品は牛肉ラーメン。牛肉麺、別名ニューロー麺は中華圏で愛される美味しい麺料理。唐辛子で染まり、ホワジャオの風味も加わり、辛さとしびれをもたらすスープが特徴だ。その激辛ながらも飲みやすいバランスが魅力で、一口ごとに舌を刺激する。辛さを求める人もそうでない人も楽しめ、刀削麺のようなもちもちした食感が全体のバランスを保ち、贅沢な一杯となっております。おお、来ました。うお、激辛激辛。見た目もいかにも辛そうですけども、すごいですね。今回も時間制限を設けて、これね、食べていきたいかなと思います。15分以内で、はい、食べていきましょう。いただきます。さあ、スタートしました。今回から私、激辛ジョニーがこの試合の様子を実況中継していこうという新しい試みでございます。さあ、まずはね、スープをすくってごくりと飲む。どうだ。あーっと、いきなりむせる。ファーストパンチ食らった。そしてもちもちした食感麺。こちらの麺はですね、非常に長いので、ラーメンと違って長いのでね、途中で切り落とさないとね、なかなかこう全部すすっちゃうと、もう口の中もりもりしちゃって、もう食べきれねえぞと。はい、さあ順調に食べ進めていきます。今回は制限時間15分以内に食べようという試みですから、さあ今のところ2分経過、ペースは順調でしょうか。おっと、まだむせる。結構むせるんですね。これ喉にきますからね、これ大変ですよ。一回むせ出したら止まりません。さあスープ、さすがにやっぱね、こう序盤の方にこうやってスープをいかに減らすかによって、後半全然違いますから。おっと、むせが止まらない。どうした。おー、むせが止まらない。大丈夫か。止まらん止まらん。リピート再生でございません。あーっと、機関車のような、お前はまるで機関車トーマスかというツッコミが入ってきそうでございます。さあ気を取りまして麺をする。どうだ。あー、こうやって上から見るだけでもね、このスープの赤み具合がより分かりますけども、スープの音は喉にきますね。これ麺ももちもちで弾力がすごい。これね、唐辛子の辛みもさることながら、ホワジャオ、中華山椒、しびれも効いてるんでね、辛さとしびれのダブルパンチ、これは辛ともうなる一品でございます。至るところに輪切りにされた唐辛子が散りばめられてるんで、麺にね、この唐辛子が張り付いてます。麺すくうと、この唐辛子、輪切りにした唐辛子がこの麺に張り付いてくるぐらい大量に入ってます。さあ、まもなく6分経過、残り10分弱9分、残り9分、食べきれるか。徐々にこう額からもう汗かいてきますよ。あーっと、サウナに、お前はサウナに入っているのかって言わんばかりぐらいの汗のかきっぷり、カプサイシン効果でもう体中の汗が出まくっております。
水分補給もしないと脱水症状になるレベルでしょうが、さあラストスパートを食べていけ、頑張れ。あー、この後半苦しい時間帯、あースープの下の方はあれですから、あの辛味成分がいい、よし、ボリューミーでいくよ、肺にも沈殿しますから、これが一番苦しい、頑張れ、いけ、いけ、もう一度切ら、頑張れ、いけ、いけ、頑張れ、いけ、もう一度切ら、頑張れ、さあ終わり、最後の一口か、最後かき込み、かき込み、やったー、やりました、やりました、私激辛武者修行やりました。いやー、それ新天地での食の冒険、四川の旨味の旅といったことでしょうか。いやー、本当にごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、記録は11分5秒ということで、そうでね、いっぱい汗かいちゃったんで、ちょっと外で夜の風を浴びに行きたいかなと思います。あれちゃん、おめでとうございます。あれちゃん、仕上がったかも。激辛ハイです。新天地の激辛牛肉ラーメン、食べましたけれども、まあ辛さレベル的に言うとね、まあ見た目ほどそんなに辛いっていう感じはしなかったんですけども、辛さレベル6ぐらいかなと思います。次のね、激辛武者修行もこの激辛商店街でやっていきたいかなと思ってるんで、次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。